超特技バナナ。この番組はインターネットサイト聖徳 TV と連動してお送りする学校法人聖徳学園の番組です。今月の聖徳 TV 増刊号では岐阜聖徳学園大学附属中学校のある部活動に密着しました。呼び出しがかかった岐阜聖徳学園大学附属中学校の合唱部は全学年合わせて22名、毎日放課後音楽室や講堂で活動をしています。では現在何に向けて活動をしているのでしょうか。9月にあった文化祭に向けて練習してきたものをもう一度今度10月21日に再公演という形でやさせていただくのに向けて練習をしています。そう、9月の文化祭で一度披露したところ、もう一度見たい、教師を目指す学生たちに見せたいなどの反響があり、10月21日に再公演することになったのです。披露する劇はドレミの歌、エーデルワイスなど誰もが聞きなじみのある曲が歌われるサウンドオブミュージック。第二次大戦中、ナチス占領下のオーストリアで歌を愛する家庭教師マリアとトラップ家の交流が描かれた作品です。もう一度仲間と一緒にステージに立てる、部員たちは悔いの残らないよう練習をします。そして顧問の西脇先生は日頃から部員たちに演じる上での大切なことを言い続けています。そうやっていつもの自分じゃないものを演じれるから面白いんじゃない。こう演技することによって違う人生をその瞬間感じることができるっていうか、でもどこかそこで似てるとこも探しながら作っていく面白さってあると思うんだけどな。合唱部の雰囲気っていかがですか。合唱部はとってもアットホームで、なんかみんなが自分の意見を言えてふざけ合ったりもできて、なんか本物の自分を出せるところがいいところだと思います。10月20日本番前日、部員たちはクライマックスの別れのシーンの練習をしていました。7人の子供とトラップ大佐、そしてマリアが母国オーストリアからスイスへ亡命するときに歌を披露する場面。どう、みんな自分たちで最後のこの歌を歌ったときの感覚ってなんかどうだった。あんまり。どういうところであんまりだった。なんか本当にこの国とさよならするっていう感じが、うん、そうだよね。今のあちゃん言ってくれたみたいに思ってる、こう手の振り方一つとか、だってあなたたちもこれで最後だよ。このメンバーでやる最後のステージで本当にお別れです。これでこのさよならはあなたたちの中にそういう意味もあると思うんだけど、まだなんかもう一回あるかなっていうところがどっかにある。だから今のあなたたちは国を去っていくこととか、国をに帰ってこれないかもしれないことは分かんないかもしれないけど、もう二度とないことって何かって言ったらこのステージをやることだよね。この仲間でステージをやるっていうことは二度とないです。本当のさよならです。さようなら。今まではセリフにしか感じなかったその言葉が、明日は部員たちにとっても本当に最後を意味する。そしてこの時部員22人の気持ちが一つになるのを感じました。さあいよいよ最後のステージが始まります。それでは1時間ですけど頑張りましょう。最後にこの曲でお別れです。一人一人の迫真の演技、歌、そして仲間への感謝の気持ちが伝わってくる最高のステージとなりました。
たり、もう人柄になりきってたり。マリア、行くなよ、マリア。マリアも、お兄ちゃんも仲間にね。そして顧問の西脇先生から部員たちへこんなメッセージを残してくれました。ずっと宝物にしてほしいな。ずっとずっと誰にも取られない宝物だと思うので大事にしてほしいです。見ていてくださった方、お手伝いに来てくださった方、先生方、それとここまでずっと一緒にやってくれたみんな本当にありがとうございました。10月30、31日に岐阜キャンパスの一大イベント第49回クレマチス祭が行われました。クレマチス祭は消毒学園の中で一番歴史のある学園祭。取材したこの日、ステージでは大抽選会や本当のリアクションをしている人を当てる企画が催されました。お願いします。各サークルによる模擬店では完売するほど人気のお店もあり、盛り上がりを見せていました。コロッケ完売しました。クレマチス祭最高。一番初めに見た時は本当にお母さんと一緒に泣きそうになるぐらいすごい嬉しく感動したっていうか、今日こんなことができるようになったよってみんなで喜び合うんですね。親さんに報告するときも今日こんなことできてねって喋れるとき、やっぱり楽しいですね。看護の看が手で見るって書かれるように、私たちは手と目で患者さんを見ている。大学祭実行委員長の関美希弘です。今日はですね、PR 活動ということでここカラフルタウンに来ています。今日はこの風船とビラを使ってどんどん告知していきたいと思います。いろんな方々にお配りすることができていまして、いろんな家族連れの方にお声掛けをさせていただけて、結構いい評判をいただいてますので良かったです。先輩方が優しくて私たちも頑張ろうって思ってるので、準備をしっかりして来てもらうお客さんたちに楽しんでもらうように頑張りたいと思います。目標来場者数はやっぱり去年1万という数字もありまして、今年は目標としては3日間で具体的な数字は1万5000人は考えております。無事に PR 活動終わりました。口コミで伝えることの大切さを学びました。たくさんのご来場お待ちしています。よろしくお願いします。それでは今日の私たカラフルタウンのお客様に一言申したいと思います。学祭にガランティス。消毒サッカー部は今は本気で2部昇格を目指してて、ずっと勝てなかった相手にもリーグ戦で勝てるようになってきて、今が多分一番いい状態なんじゃないかなと思います。今3次リーグで優勝争いをしていて、ライバルは工学館大学がライバルで、毎回そこと優勝争いをしていて、今年こそはと思っています。7人しかいない状態からのスタートだったんで、僕らの新チームはそこから徐々に人が増えて増えて、2年生が入って、で今年の新入生が入ってきて、競争率も激しくなってきたんで、なんですごいいい状態だと思います。一緒に戦えるライバルでもあり仲間でもある、そういう人が欲しいですね。ショートク TV 増刊号、次回も見てね。